では次に本機側の説明になります。ディスプレイの説明ですね。表示されるのはですね、まず燃料の残量ですね。あとこのロールとピッチって書いてますけど、ロールが左右の傾斜の角度で、ピッチが前後の傾斜角度になります。あとこちらが74HR というのが稼働時間ですね。でこちら 13.3 というのがこの電圧になります。あとこの RPM がエンジン回転数、今エンジンかかってないので0回転ですね。でこちらが電波の受信感度になります。まずエンジンかけて通信つなげるので、こちらの変化を確認してください。今エンジンかかったので、今1300、1400回転で、通信つながったのでアンテナも3本立って受信感度は良好ということです。で当然エンジン回転数は上げればどんどん上がっていく。最大で3600回転になりますね。あとディスプレイ表示、その次の説明に入らせてもらいますが、このカーソルボタン右を1回押すとメンテナンス画面になります。これがエンジンオイルやモーターオイル、 HST オイル、何時間で点検しましたっていう履歴が確認できます。またサービスリマインド機能っていうのがついてますんで、エンジンオイルでしたらこちら初回20時間使うと、この画面にエンジンオイル変えてくださいっていう表示が出てきます。でモーターオイルも同じく、もう全てですね。で変えたらこの工具マーク、工具ボタン、この4つ並んでるボタンのここのボタンを押していただいて、次この矢印、箱に入ってるこの右から2つ目のボタンを押すと確定になると、今の稼働時間で交換しましたっていう履歴が残ります。これ変えなくてもこのボタンを押しちゃうと、変えたっていう風に機械は認識しますんで、ちゃんと交換してから押すようにしてください。でこの右側のボタン、矢印もう一回押すと、これがステータス画面っていうか細かい設定になりますね。これ言語を選べたり、あと輝度ですね、画面の。とこの35っていうのが、こちら横転警告ランプですね。こちらが初期設定では35度、今左傾斜に対してですけど、35度を超えるとこのランプが光るような設定になってます、はい。であとこちらが今のエラーが何が出てるかっていうエラー画面になりますね。今は当然エラーは出ていません。でもう一回右を押すと、これが過去エラー画面ですね。何時間の時にどういうエラーが出たかっていう、こちら修理の時に使うますんで、取扱説明書を見ていただくと、このエラーの意味とコードの一覧表はついてます、はい。では以上ですね。で、最初の画面に戻るとこういった形になります。とあと、横転警告なんですけども、基本的にはこの機械は左傾斜に対して使う機械になってますので、なので、車体の左側が常に、谷側、車体の右側を常に山側に向けて前進と後進で作業をしてください。でそしてアンテナなんですけど、今これ表に出している状態ですね。この状態で電波は水平のところですけど 100m まで飛びます。ただ後ろにはこう倒すことできるんですけども、横方向には倒れないので、草が背の高いところ多い現場等でしたら内側に入れることもできます。こちらですね、ここにアンテナを移植することができます。根元からアンテナ自体は上を外してまた根元が残るんですけど、この根元ごとこちらに移植するとアンテナを中に入れることができます。この場合はもう電波の届く範囲が半分以下になりますので注意してください。あとこちら横転警告のランプ、先ほど説明しましたけど、燃料が少なくなってきてもランプが光ります。これが2秒間に1回の点滅なんで、あんまり頻度は高くないんですけども、大体ですけど満タンで20リッター入るんですけど、4リッターを切るとこのランプが2秒に1回点滅、黄色ランプが光るようになります。4リッターっていうのが大体30分ぐらい残り残量が
になるとこのランプ光り出しますんで、ランプ光ったらそろそろ給油しておこうかと、まあ、休憩の準備でもしてください。はい、あと仮高さの仕上げの高さですね。先ほど圧力制御とか仮高さモードの説明はしたんですけども、仕上げの高さがこう3段階で調整できます。初期出荷の場合は真ん中で設定されてまして、このボルト4つ外すと、調整ができます。高い方上に設定すると8センチ、真ん中初期値が 5.5 センチで、一番低い状態が3センチになりますね。石が多い現場でしたり、石を飛ばしたくない現場では8センチの使用が望ましいですね。で、あとまず作業機なんですけども、こちらこの部分、取り外しができます。これは簡単にピンを抜いて、でここを外すとこの部分スポット抜いて別に置くことができます。左右ですね。で真ん中も跳ね上げができますので、これできることで何かって言いますと、あと2トントラックのあのダブルキャブのトラックですね、そちらにこれ跳ね上げると詰めるようになっております。車重が700キロ強ありますので、運ぶ場合はまあ1トンクラス、まあ1トン半ぐらいのトラックからがいいですね。あと仮刃なんですけども、36セットで72枚ついてます。回転方向は巻き込みですね、こう回り自分に飛ぶように回してます。飛散を防止するためですね。でなので常に仮刃の回転方向一方向ですので、こちら側が摩耗をしてきます。で、仮跡がちょっと汚くなってきたなとか、あとその、あんまり枯れてないという場合はもう仮刃のローテーションですね、ボルトを外して、仮刃を反転するとまたこちらの刃が使えますので、あくまでも目安ですけども、100時間ぐらいの耐久っていうふうにメーカーとしては考えております。はい、であと仮刃のスライドですね。次はアラフォー結構際上がりができます。それがですね、どういうことかと言いますと、仮取り部を20センチ左にスライドすることができます。今外しましたけど、このピンを抜いていただいて、まあ、平坦なところで地面ローラー前輪を設置させていただいて押すと、まあ、2段階あるんですけど、ここまで、スライドすることができます。この状態でピンを刺すと、際刈りですね、糊の際ですとか、まあ、水路の上とか、特に糊の際を刈るときに、片足が糊面、片足が平地に乗ったような場所で、作業すると糊を崩すとか、クローラーが外れたりとかっていうことがありますんで、そういった現場では足回りだけは安全なところを行って作業機がギリギリを行くと、こういった使い方もできます。水路の際を刈ったりするときはこの高さでビリンだけがこちらだけが設置するっていうの形になってしまいますんで、仮高さ固定で宙に浮かした状態で作業をしていけば、この分買っていくことができますね、ギリギリのところを。でまた戻すときは、制御っていうのがあります。こちら本機側のラジコン切り替えの横にこの負荷制御っていうボタンがあるんですけども、こちらオンにしておくと当然光るんですけど、これをオンにしておくと作業していてエンジン回転数が、まあ、負荷負荷で下がった場合に走行スピードを自動で遅くして排出重視、もうその場で止まって葉草をガーってマルチング細かくして排出して負荷が抜けたらもうまた走り出す。その場合は倒してても機械動きません。で、さらにエンジン回転数がそれでも下がっちゃうともう刃の回転を止めたりします。
っていうのが負荷制御になりますね。やっぱりあの傾斜地で、何かその異常があった場合にまたこのエンジンをかけに傾斜を上っていくっていうのが大変ですんで、まあ、あの負荷制御を入れておくとそれを事前に予測することができると、いうことができます。であと最後にあのメンテナンスですね。まあ、作業終わるともうやっぱ結構機械ホコリまみれになりますんで、ホコリをまずは取り除いてください。そして、エンジン自動で、傾くんですけども、メンテナンスモードに入れるとそれを手動で動かすことができます。この4つ並んでるボタンの一番左側、これを長押しすると今画面にクリーニングモードっていう風に表示されました。このモードに入るとこのカーソルボタンを押すと押した方にエンジンが傾きます。例えば右傾斜、右に傾斜した状態でこっち側をコンプレッサーブロワーでブシューッと洗ったりっていうことができますね。これの解除はまたあのクリーニングボタンをのこの4つ並んだボタンの一番左側を長押しすると消えますんで、そうするとまたセンサーで自動で水平に戻ります。エアクリーナーの掃除ですね。でこちらはカバーを外していただいて、このカバー、エアクリのカバーをまた外します。でこの蓋を外してこのエレメントを抜いて、コンプレッサーやブロワーで、外から空気吸ってますんで内側からまずは拭いていただいて、でその後残ってるホコリを外側からまたブシュッと取り除くようにしてください。もうあのこういう草刈りの作業機大体あの多いのはエンジントラブルになりますんで、その原因は何かっていうとやっぱりホコリが、原因になります。なのでエンジンオイルの点検ですね、とあとエアクリーナーの掃除をしっかりしていただくと長く使えます。特にあのエンジンオイルは夏場の暑い時にエンジン全開で、使用する機会になりますので、やっぱりエンジンオイルの点検と管理は重要になります。まあ、使用前点検ですね、こちら、レベルゲージありますのでこれを抜いていただいて、ちゃんとこのマークの間にあるかどうかを確認して、この間にないようであればこちらから継ぎ足していただくと。で、先ほども申し上げましたけどサービスリマインド機能ありますんで、リマインドに表示されたらちゃんと、エンジンオイルを変えるということをよろしくお願いいたします。ここからはよくあるトラブルですね、について説明していきたいと思います。まずエンジンがかからない場合ですね、よくあるのがバッテリーカットスイッチがオフになっているっていうのがあります。こういう場合はキーをオンにしてもまず画面がつきません。ディスプレイがで、セルを回そうとしてもセル回りません。でまず最初に確認するのがこのバッテリーカットスイッチですね。こちらオフにしておくと冬場バッテリー上がり防止にはなるんですけども、これをオフにしてると、まあ、当然エンジンかかりません。なので、オンにしていただいてキーをオンにしていただくと、はい、画面が光りました。キャリコンも表示されましたので、これでエンジンが始動できるようになります。はい、で次に、セルは回るけどエンジンがかからないという場合ですね。で先ほどと同じようになんですけども、キーオンにしてキャニコムってついた後に回すんですがかかりません。で今画面にエラー画面、エラーが表示されてますね。これで見るとエンジン ECU キャンエラーって出てます。これはこちら緊急停止スイッチ本機側のが停止に入ってますなってますね。でこれを運転にしていただくとエンジンは かけることができます。ただしエラーの画面が残ったまんまになってますので、一旦やっぱりオフにしてリセットしてから再度オンにしてください。するとエラーが解除されますので、正常な状態に戻ります。
ここまでで、じゃあエンジンをかけました。じゃあ動かしましょうと。という時に、はい、送信機の電源を入れます。で、入れて、なぜかエンジンが止まりました。これは、非常停止スイッチ、先ほど押したんですけども、それが入ったままになってますね。で、通信がつながった瞬間に、エンジンの停止信号が送られて、エンジンが自動で止まったっていう状態になります。なので、これをちゃんとリセットしてあげると、ちゃんとエンジンがかかるようになります。動かせるようになります。で、ただ今動かせるようになったんですけども、これで動くはずですが、レバー、左側の前後進レバー操作しても動きません。これは、車速のボリュームが今ゼロになってますね。これ、目いっぱい絞ってるとレバー倒しても動きません。これはもう単純にボリュームを上げてあげると動くようになります。ホーンがピーピーピーってなるようになってます。左傾斜対してですね。で、前後と右傾斜に対しては25度を超えるとブザーがもう先ほど申し上げたよりもかなりうるさくビー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 ってなるようになります。で、左傾斜に対しては43度を超えると同じようにピーピーピービービービーっていうふうにブザーがなりますんで、そこまで行くともう45度までの対応角度になりますので、左傾斜 でまた安全な角度まで戻ってください。安全な角度まで戻るとブザーは鳴りやみます。で、45度超えてもエンジンは止まりません。なので、安全な角度まで戻るようにしてください。そして、60度を超えるとエンジンは自動停止します。で、60度っていうのはもう転倒横転している角度になりますので、機械ひっくり返ったまんまで、エンジンオイルが変なところに回るとオーバーランといって、もうキーをオフにして抜いてもエンジンかかりっぱなしで、火災の原因にもなりますので、60度超えるともうエンジンは自動で止めるような、仕様になってます。それの復帰方法は整列した位置、この水平なところに戻せば、センサーを解除されるんですけども、エンジンの方をちゃんと点検しないといけないので、ちゃんとした水平なところに置いたからって言ってすぐエンジンはかけないでください。ちゃんと販売店さんやメンテナンスしてもらえるところに連絡をして、正規の修理点検を行ってからセルを回すようにしてください。でないとエンジンかけた瞬間にもうエンジンが壊れるっていうのはよくあることですんで、気をつけてください。もし何かこう巻きついたりしたり、異常振動の場合はまずは仮波を確認してください。石に当たったりして欠けたりとか変形したりっていうのもありますので、そういう場合は異常振動ビビビっていう異常振動が起きたりとか、巻きついた場合も妙なその埃が上がったりとかしますので、そういった場合はまずは歯を確認して、でその異常を取り除いてください。でこう格好が全部こう溶接されてますので、鎌をこう引っ掛ける隙間ができるようになってますので、こちらに鎌やハサミの刃を入れて、巻きついつるや番線とかトラロープとか巻きついた場合は取り除いて作業を行ってください。あとその実際現場ではエンジンが止まったりしたら何かしらのその異常があるので止まるんですよね。あと動きがおかしいとかっていう場合、その場合は実際機械まで近づいて行って、でその原因を確認する。エラー画面が出ていたらクローラーに何か石が挟まってないかですとか、仮波の方に何か巻きついて過負荷になってないかとか、その辺を確認してエンジンをまたかけて作業するようにしてください。もう何も確認せずにまたかけちゃうと
それがまたさらに巻き込んで大きな故障の原因にもなったりしますんで、注意してください。